16世紀のワイン圧搾機ワイン圧搾機、ワインプレス機、または作重機はワイン醸造の工程で破砕したブドウから果汁を絞るために用いる器具である。ワイン醸造者によって様々な形態の圧搾機が用いられるが全般的な機能は同じである。各種類の圧搾機は果実から果汁を絞り出すために適度に制御した圧力を及ぼす。圧力は 特にブドウの場合、種を潰したり、ワインに好ましくない縮号型タンニンを含めたり、しないように制御しなければならない。ワインは、紀元前6000年より前に作られ、2011年にアルメニアで6000年前の赤ワインと共に、ワイン圧搾機が発掘された。ワイン圧搾機かご式圧搾機では、大きなかごに潰したブドウを入れる。 果物の上から板を押し下げる圧力をかける。板を押し下げる仕組みは、ネジ、または、水圧部品であることが多い。荷重は、カゴの隙間から流れる。カゴ式の圧搾機は、最初に作られた仕組みの圧搾機であり、基本設計は1000年近く変わっていない。水平スクリュー圧搾機は、カゴ式と同じ原理を用いて動作する。葡萄に圧力を与えて押し下げる。 板の代わりに横置きしたシリンダー内の両端の板でブドウを絞る。一般に扱えるブドウの量は、カゴ式よりも格段に多い。空気圧式圧搾機は、両端が閉じた大きなシリンダーからなり、この中に果物を入れる。ぶどう圧搾するために大きな空気袋を膨らまして、ぶどうを押し出す。 その際にシリンダーを回転させ、葡萄にかかる圧力を均等にする。連続スクリュー式の圧搾機は蒸気の圧搾機と異なり、一度に一定量のワインを処理する仕組みではない。代わりにアルキメディアンスクリューを使用して、葡萄を機器の外壁に連続して押し上げる。荷重が絞り出され、パミスが連続して端から排出される。この種類の圧搾機が、 テーブルワイン生産で使用されることは少なく、いくつかの国では高品質のワインでの使用を禁じている。ありがとうございます。